正解と常様、あの回収英霊の言及。日本サッカー協会は18日、千葉県内で理事会を開催し、前日に発覚した日本代表経験のある佐野海舟容疑者23が警視庁元富士署に不同意性交容疑で逮捕されて件について、宮本恒康会長47が遺憾の意を表した。理事会後の会見に出席した広報担当がサッカー界に身を置く人間として非常に残念に思っています。サッカー協会、サッカー界は全ての人にリスペクトを持って接することにしています。代表選手を再度、教育していく必要があるなどと述べたことを明かした。また理事からは選手教育をしっかりしていくことを検討する必要があるとの意見が出たという。代表選手はもちろんだけど J リーグの選手も全員にお願いしたいわ。特に代表レベルの選手なら責任が跳ね上がるのはわかるけど、マジで改革頼みます。悲しいですがこの事件をきっかけに J リーグの根本的な素行問題の解決に着手しましょう。今後こういう選手を輩出しないように代表だけでなく日本サッカー全体として取り組むべき。そもそも伊東純也氏の時にかばってばかりで教育してないのか。ジュニアのケースと全然違うんで、そこのところはしっかりお願いしますよ。常様、常様も会長就任から日も浅いうちに面倒ごとに巻き込まれて災難やな。昨日の今日でここまで言及してくれるの嬉しいわ。今回の事件への協会としての考えと今後の対応策、初動としては完璧だ。田島の時とは違う。 DM ナンパとかコンパはいくらやってもいいが線引きをしっかりさせろ。伊藤の復帰も遅れそうだよな。